カがいる。これ水つ、わあ、いっぱいいるじゃん。やばい、鹿いっぱいいる、ここ。鹿いっぱいいる。ああ、こっちでやればよかったね、せんべい。やばくない？やだよ。もうやだ。ああ、いや、いいや。もういいや。怖い。鹿いっぱいいる。やばい、こっちいっぱいいるわ。かわいい。あ、せんべい持ってる人にすごい群がってる。すごいね、鹿。蹴らない蹴らない。角がほら、こうやってね、角がないんで、怪我するから。ちっちゃい鹿かわいいね、ちっちゃい鹿。小鹿かわいい、小鹿。小鹿かわいい。ちっちゃい子いる。ほら、ちっちゃい子。あ、ちっちゃい子かわいいね。この子かわいい。この子かわいい。飼いたい。飼いたい。この子かわいい。尻にティッシュついてる。せんべい持って、人のせんべい食ってみて。せんべいまた買う？いやでもな、もう怖いな。せんべいまた見たい、みんな。せんべい、ここでせんべい持って寄ってくるか試す実験。せんべい実験。ちょっと後ろにいるよ。後ろにいた。俺を狙ってたな今。せんべい持ってないのに狙われてるな。せんべいみたいな匂いするのか。せんべいみたいな匂いするのか。同じ匂いじゃない？え？はい、同じ匂い。鹿せんべいと同じ匂いするの？どういうこと？鹿と同じ匂い。ひどいこと言ってる。鹿と同じ匂いするんだって、俺。鹿みたいな匂いするの？どういうこと？獣臭いんだ。羽ペンありがとう。カオリンさんありがとう。アラブルさん羽ペンありがとう。みんな羽ペンお願いします。小鹿にあげて。あげる？どうしようかな。もう一回あげる？鹿せんべい。買ってくる、鹿せんべい。もう一回あげた方がいいですかね、鹿。さっき鹿いっぱいいなかったんで、今度いっぱいいます。うん、なんか、周りに、周りにせ、スタンバイしてんだけど、俺からもらおうと思って。羽ペンありがとうございます。みんな羽ペンと、ふわちドア、持ってる方お願いします。あー、鹿せんべい10個ナイス。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと買うわ。鹿せんべい買います。じゃあありがとう。倍出ないね。10倍、10個でね、倍が出たら。じゃあちょっと鹿せんべいリベンジ。ちょっと買ってくるわ。待ってて。あれ、
くの早いな。羽ペンありがとう。羽ペンありがとう、ゆずさん。え、囲まれるのが、囲まれるんじゃない？だってすごいいるもん。ほら。あ、帰ってきた、帰ってきた。来てる来てる。今からちょっとセッティングして、鹿せんべいハーレム作戦。もう気づいてる、もう気づいてる。あ、おいしい。ああああ、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな待って待って、落ち着け。俺のカバー漁るな、俺のカバー。ちょっと待って、ま、あ、待って待ってくれ、もうちょっと待ってくれ、待ってくれ、ちょっと待って待って待って、もうない、ちょっとやばい、囲まれた。ちょっと待って、周り仕方だけやってきた。ちょっと。襲われてる。口に加えてやってって。何してるの。何してるの。もうなんかだった。あ、ちょっと待って、俺のカバー漁るな。ちょっと待って、俺のカバー、やめて、俺のカバー漁るなって、ちょっと。あ、やばい、誰来る。ちょっと待って、それ俺の大事な、あ、やばい。ちょっと待って、領収書、ちょっと待って、払い込みろ。ちょっと待って、やばい、俺の、ちょっと待って、俺、やばい、食われて、ちょっと待って、大変、これ大変、ちょっと待って、事件、ちょっと返してよ、ちょっと返して、頼むのじゃないか、返してよ、ちょっと待って、俺の、ちょっと支払いの金返して、ちょっと待って、あ、ちょっと待って。最悪なんだけど。払い込みのカニ食われました。払い込みのカニ食われました。マジかよ。いや、危なく、これさ、ちょっと冷や汗かいたけど、これ財布めくられてさ、財布の中が1000円食われたら発狂してたよ、俺。これ危なかったな、財布開けっぱなしだったから、1000円食われたらマジで発狂してたよ、俺。全部食われたら、これやばかった、マジで。 まだいいわ、支払いの、まあなんとかなるだろう、知らないけど、やばいって。いや、絶対や、発狂するよ。1000円とか1万円食われたらやだよ、ふざけんなよ。最悪な鹿だよ、あいつ。なんか名刺も食われてた。え、名刺、うん、何の名刺、うん、あ、不動産屋のか、うん、いや、不動産屋のだ。不動産屋さんの名刺食われました。最悪、あれって。いや、どう、やばいな、やばいな。
やばいな、食われちゃいけないものを食われてるよ、うん、大丈夫かな。皆さん気をつけましょう、こういうことがあるんで。カバンとか開けっぱなしにしてるとこういうことがあります。気をつけましょう、カバンとか開けっぱなしだと。奈良の悪魔が近くに住んでる。そうなの、怖い。何あれ、お告げって。神様からのお告げやるわ。これ神からのお告げ、これやるわ。ちょっと神様のからのお告げ聞こう。こういうの大事だ。うわ、てかぬるぬるしてんだけど、最悪。うわ、ちょっと、ちょっと待って。鹿のお腹に個人情報があるやつ。そうだね、個人情報。大事な紙捨てられた。じゃあちょっとこれいいんすかね、50円50円でダメかな、100円玉じゃないとダメなのかな、これ大丈夫なんですかね、これ100円じゃなくて、100円玉じゃないといけないのか。100円玉ないんだよ。あった。じゃあちょっと神からのお告げ聞きます。これだ、なんかこれさ、え、開くんだね。なんで開くでしょ。いや、そういうのじゃないから。じゃあちょっと開けてみました。神からのお告げ、玉って何これ。たまたま出会った。何これ、ちょっと読んでよ。どういうこと。たまたま出会ったの意味は、魂と魂が出会った。何しょうもないこと言ってんだよ。ふざけんなよ。何これ、ちょっと待って、何しょうもないこと言ってんのこれ。ダジャレ言ってる場合じゃないだろ、100円かかってんのに。何これ、たまたま出会った意味は、魂と魂が出会ったのです。なんだこれ、どういうことこれ。うわー、100円ドブに捨てたわ。100円ドブに捨てた、100円ドブに捨てたわ。鹿にあげる。あー、ダメなんじゃないか、それはダメだぞ、環境的に。わざと紙とかあげるのはダメなんだ。こっちなんかあんのかな。やばい、100円無駄にしちゃった。しょうもないものを売ってしまった。こっち何もないかな、もう。皆さんね、ふわっち、ハネペン、ふわっち、ドアちょっと皆さん投げれる方お願いします。今イベント中なんで。ハネペンありがとう、いちごミルクさんありがとうございます、ありがとうございます。俺モバイルバッテリー入れたよね、カバンに。ちょっと持ってて。どこ行くのって、なんかないの、こっち。なんもないですかね、こっち。もう東大寺行けないのかな。戻るか。 0.5 メートルに東大寺あるの。でも入れないよね、東大寺って。皆さんこれ入れないですよね。ふわっちダメだよね、寺放送ダメだよね、確か。ハネペありがとうございます、10倍。危ない、やめとこうか、イベント中だし。ちょっと危ないことはやめときましょう。本当はちょっと東大寺
行きたいんですけど、ちょっと寺は放送多分ちょっと今厳しいので、十分ありがとうございます。ちびななさんありがとう。羽ペン、みんな羽ペンもね、ふわ動画も、あ、ふわ動画じゃない、ふわ動画、ぜひ投げてください。皆さんお願いします。1個でも助かります。今現在5位なんで、3位になったらちょっとバンジージャンプということで、羽ペンありがとう。寒くなってきた、風が強いね。羽ペンありがとうございます。楽しい、うん、鹿と戯れて、あーでもスケロクちゃんも戯ればよかったね。いや、よし、鹿と、羽ペン、あ、よく気づいたね、ペアレック、そうそう、これピンクなんだけど、スケロクちゃんあれ、あーナイス、どうも、はるかさんありがとう、ありがとうね、ニコナイス、ありがとう、バイ出てくれ、はるかさんありがとう。ドア3個ナイス、ドア3個ナイス、ありがとうございます。2個ナイス、ちょっと倍出ないよ、2個ナイス、全然倍出ないね、倍出ない、ありがとう。5個ナイス、はるかさんありがとうです。なんで出ない、ありがとうね、はるかさん、5個ナイス連続、ちょ出てよ、羽ペンもありがとう、レンさん。ちょ、倍出て。羽ペンありがとう。5個ナイス、はるかさん連続ありがとうございます。ありがとうございます。出ないね。出ないね。5倍も出ない。はるかさんありがとう。あかんやんて、あかんね。出ないな。25、5倍、お前がはるかさんナイス、ありがとうございます。25個、ありがとう、ブー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 、豚のぬいぐるみもらえるんでね、3位で、あーナイス、はるかさんドンチキパカ、大ちゃんの養族、桜花火ありがとう、はるかさんありがとうございます、ありがとうね。ちょっと4位とちょっと縮まりましたかね、どうでしょう、ちょっと迫ってきましたけども、まあちょっとね、残りまだ今日3日目だからね、ちょっとなんとかいろいろ放送して頑張りたいと思いますけど、明日はね、ちょっと新居配信で、なんでよ、なんでダメだよ、来ないと、一緒に来ないとダメだよ、怖いから、怖いから、いや、じゃあ塩持ってきて、塩持ってきて、味塩でいいから、買ったらいい、どこで売ってんの、そういうのって。塩ってどこで売ってんの、そういうなんか特殊な、え、味塩じゃダメだね、どうだって味塩じゃダメでしょ、いい、え、いいの、え、ちょっと待って、皆さん味塩で平気なの、味塩でいいんだって、いや、来てよ、ダメって言ってるよ、味塩、塩は何でも大丈夫、本当かよ、怒んねえか味塩ね、味塩なんてやったらデートいいですね、ありがとう、清めた前って言ってたら、清めた前ってやればいい、逆に来ない逆に寄ってくるんじゃないよ、事故物件じゃなくても、事故物件になりそうで怖いんだけど、事故物件じゃなくて幽霊が寄ってきそうで、あらじよ、羽ペンありがとうございます、
羽ペンみんなお願いします、みんなお願いね。で明日がねちょっと新業から配信で、で明後日はちょっと仕事なんで最後ので、ちょっとしあさってはちょっとバッティングセンター行けたら行きたいと思います。バッティングセンター企画、ホームランの的を当てるまで帰れません。俺が真の実力を見せようと。前俺やったからできたから。本当にできる？いや俺、いや前やったんだよ、関慎吾さんとバッティングセンター行った時ね、2人で企画やってね、的を当てるまで帰れませんってやったんだけど、関慎吾さん全然ダメで、俺がね当てたんだよ、俺が当てて帰った。じゃあ最、あ、え、いつ最終日？わかんないけど。今日の1日目。全部で5日間だって。6日間？今日28だよね。20、29、30。30までだよね、これ。29、30。29、30。だから最終日ちょっとやろうか、バッティングセンター。体張る企画。もしかしたらもう長時間かかるかもしれない。頑張ってね。いや違う、来てもらわないとダメだ。何が？撮影係だ。さっきから何？撮影係。一人でバッティングセンター行くより恥ずかしくないじゃん。何？一人で行って三曲立てて。いやダメだって。ダメだよ。楽しみ。まあ、楽しみにしてください。寒いな。みんな羽ペンお願いしますね。ちょっと羽ペンお願いします。とりあえずまあどうしようかな、もう5時ぐらいだからね、ちょっと遠いし帰る。まだどっか行く？なら帰る？羽ペンありがとう10倍。スケロクも的に当てられるまで帰れませんよ。いやースケロクちゃんはできる？無理じゃない？いやスケロクちゃんはちょっと無理だと思う。2人で協力企画する？2人で力を合わせる。でもいや多分無理だろう、当てられないでしょ。バッティングできんの？したことある。え？まあちょっとまあそれはちょっと助っ人っていうか、途中でちょっと俺がもうバテて変わってもらうのはありか。ハネペンありがとうございます。ハンくんさんありがとう。途中で変わってちょっと変わってもらうのはありかもしれない。ちゃんと歯磨くした。はい。羽ペンありがとうございます。お風呂入りましたよ。お腹空いた。え？ちょっと待って、もうお腹空いたの？お腹空いたって言ってる。一回行ける？じゃあ近鉄奈良駅来てくれよ。いや来てくれよって、今駅に向かってますよ。リアトツですか？パン子さんだったり。パン子さんはちょっと来ないでいいです。ユーピロさんありがとう。羽ペンさっきの鹿せんべい差し上げる。いやリアトツね嬉しいんだけど、ちょっとね俺ちょっと本当にそのうちちょっとあのステッカー、スケロクさんがデザインしてくれたやつでステッカー作ろうかなと思うんで、
ちょっとそれあげないとね。ちょっと本当にやステッカー作んないとな。作った方がいいな。風呂入ったらそうなくてね、来たな。そう、羽ペンありがとうございます。近鉄奈良駅着きますよ。羽ペンありがとう。ジュエバイありがとうございます。よし、ジュエバイありがとう。スケロクちゃんでめっちゃ可愛いんだね。スケロクちゃんでめっちゃ可愛いんだね。あー、あれか。いや、俺あれ好きじゃないと思う。そうね、知ってた。羽ペンありがとう。俺普通の寿司の方がいい。羽ペンありがとうございます。みんなこの寿司有名らしいよ。柿の葉寿司、うまいのこれ。いや、俺は絶対無理だな。柿の葉寿司、うまいんだ。うまいぞ。だってなんか俺の予想言っていい、酢みたいな、酢の味が強そう、うん、なんか味が想像できる。うまい。釣れんの。よし、近鉄奈良駅着きましたよ。どうしようか。一回終わるか。一回終わる。ちょっとね、そういうことでちょっと104、150分やったか。ちょっと一回終わりますね、みんな。一回終わります。奈良デート。一回終わりたいと思います。みんなありがとうございました。また夜ね、多分やると思うんで。羽ペンありがとうございます。みんな最後羽ペンまだ投げてない方お願いします。羽ペンまだ投げてない方、最後持ってる方お願いします。なんとか今5位に上がりました。10でもやばいね。10でもやばい。羽ペンありがとう。じゃあみんなちょっと1回終わります。ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。みんなありがとうございます。ありがとう、はるかさんもみんな、ありがとう。また、やります。お疲れ様です。そう、ミュージシャンもいる。バイバイ。